はい、こんにちは、重工部のフラッシーです。初心者のフライフィッシングの第3回目かな、第3回目ということで、今日の道具のパー道具編のパート2ということでですね、ウェアというか装備についてねご紹介したいと思います。前回は、身の回りの小物、まあ、リールからフライからですねの道具についてお話をしました。パート2では、ウェアですね、特に例えばウェーダー、長靴ですねのタグについてお話をしたいと思います。まあ、私が使っているあのシステムというのは、まあ、こういったあのウェディングシューズですね。こんなウェディングシューズですね。ウェディングシューズと、はい、あとはウェーダーですね。ウェーダーというのはこういったいわゆる 長靴というか、まあ、ウェットスーツみたいなものですよ。ウェットスーツみたいなもので下に靴がついてないというですね、ここにこれを履いてその上にウェーダーシューズを履くという装備なんです。これがあの実はまあ非常に快適で、まあ、歩きやすいし、まあ、山を登るのもしやすいかなという感じですね。あとはあのゴアテックスとかこの蒸れにくい素材を使っているので夏場助かりますよね、こういうやつはね。あのこれがゴムだともうサウナ風呂に入ってるみたいなもので、あサウナスーツ着てるようなもんですからね、ちょっと大変ですよね。それ以外にですね、あのこういった、まあ、スパッツっていうのかな、先ほどのこのブーツとウェーダーを履いて履くじゃないですか。そうするとここに口からここからこう砂が舞ったものが入ったりとか小石が入ったりとか歩きにくくなるので、そういったことを防ぐためにね、まあ、こういったものをちょっとかぶせてやるんですね。まあ、見た目はこんな感じです。こうするとどうですかね、こうここにゴミが入りにくいですよね。こういうことです。これスパッツ、まあ、長いもの のもあります。スパッツというか、まあレッグガードみたいな感じですね。まあ、くるぶしからあのすねまでねカバーするような、こうこれだとちょっと長めのタイプですね。まあ、こういうものもあります。はい、それ以外にはあの長靴でもこうバカ長っていうんですけど、こうガバッとこうやって本当に履いちゃうようなね、あの本当に長靴が全部つながってる、これが一番あの簡単でいいですよ。一番簡単でいいですけど、さっきお話した通り夏場はね暑いですよ。冬場は意外と冷たいんですね。それでもね冬場意外と冷たくて、夏場はもうとにかくサウナ風呂に入ってるのもんで、まあ長時間夏場本格的にやられるんだったらあんまりおすすめできないですね。あまりおすすめできないです。まあでも初めのチョイスとしてはそれはそれでいいと思いますよ、ね、それはそれでいいんじゃないかなと思います。ではまずはね、今お見せしたあのウェーダーの履き方っていうか、実際こんな風に履くんだよっていうところちょっとご覧ください。私がまあやっぱおすすめするのはこういったウェーダーと言われるね、こういうのですよ。こういうやつズボッとこう履いちゃうやつね、ここまでで、足元はどうなってるかというと、足元はこんな感じですよ。もうこれズボンの上からでも履けるので、こういうふうにだったらちょっと薄手の靴ズボンなんでね、履きやすいパンツなんで履きやすい、ちょっと冬用のパンツだと暑いかもしれないですね。はい、こういうものです。これがそのウェーダーって言われる、ちょっとウェーダーですね。はい、これだとこう川でザバッとここまで入っても大丈夫なんですよね。はい、そしてこの上にですね、ウェディングシューズですね、ウェディングシューズを履きます、ね、ウェディングシューズをねちょっと履きましょう。よいしょ、こんな感じです、ね、ここを、まあ、ファスナーで止まるようになってますけど、こういうふうにね、で紐はですねある程度キュッと締まっとった方がいいですね。これ後ろへ回して締めておく方法もあります。まあ足をくじいたりねしないように、まあ、登山靴でも同様にね、登山靴と同じぐらいちゃんと縛っておいた方がいいと思いました。まあ、こんな感じですね。
片方だけ作ってきました。で、これもですね、これもお好みに応じて、いったっけな、ちょっと忘れました、何も忘れました。で、これの場合はね、先に履いとかないといけないタイプ。こちらの場合は、すみません、こちらの場合は後からでも履けるタイプで、まあ、今日はちょっとこちらをやってみましょう。これね、ちょっと長いんですけど、昔風に言うキャハンですよね、キャハン。キャハンって古いね。まあ、こんな風ですかね、はい、こんな風にしておくと、その、まあ、砂や砂利がね、こう靴から中に入ったりしなくなりますよね。まあ、これはこれで非常に便利です。はい、こんな装備。まあ、ただね、ここまで本格的にやるかは別問題。簡易的なね、ちょっと写真を出してきますけど、簡易的な長靴、このももぐらいまでの長靴、あれでもいいかもしれないですよ。ちょっとするとキャンプの時はそれぐらいの軽装備の方がいいかもな。これ結構重装備になりますよね、ここまで行くと。ましてやバイクでツーリングとなると、ちょっとそこは難しいかもしれないですよね。そう、ウェーダーを履く時はね、ちょっと注意があります。ここのベルト必ずすることなんですね。このベルト必ずしないと、ここから水が万が一入ったりすると、これすごい重たくなって流されていくんですよ。それから本当に水難事故に遭うといけないので、このベルトは必ず締めておくようにしておいてください。こういうふうにね、こういうふうにしておいてくださいね。あとは、このウェーダーが済んだら、このベストですね。まあ、フライフィッシングって言うと、なんかこういう格好がよく出てくる格好じゃないですか。ベストね、これ必ずしもいるとは私も言いませんが、まあ、あると便利は便利です。なぜならば、カバンを持たなくていいですね。これに全部一切傘入れていけるので。まあ、私は本当に釣りに行くときはこれを着ていきます。これね、ベスト、これ全部荷物を一切傘入れて持っていきますね。で、まあ、ネットなんかもこんな風にね、後ろにぶら下げたりしますね。まあ、普段はインスタネットっていうのを使いますけど、こういうね、まあ、ラケット型のネットですね、こういったものを持って行ったりします。これもね、好みというかその日の雰囲気なのでね。まあ、こういうベストっていうのは本当にフライ専用に作ってあるので、いろいろあれこれね、使いやすく考えられてますよね。もうとにかく何がいいかっていうと、ポケットがやたら多いです。ポケットがいっぱい、内側にもポケットがいっぱい、こちら側にもポケットがいっぱいありますね。もう内側にもさらにこうポケットがあったりとか、そうですね、いくつあるのこれ一体ポケットがっていうぐらい、ちょっと後で数えて出していきましょう。これはパズデザインっていうところね、ベストを私は長年使ってますので、長年なのでもう廃盤になってるかもしれないですけど、はい。まあ、あとはそうね、こういうフライフィッシング専用なので、例えばこういうところに温度計を挿すね、温度計専用のホルダーがあったりとかね、温度計っていうか水温計ですね、水温計専用のホルダーがあったりとか、あとこういうところはそのゴミ、釣り糸のゴミをしまう専用の袋とかね、こういうところが決まってて、まあ、なのでどこに何を入れるかっていうのも大体決まってるですね、決まってるベストなので非常に使い勝手がいいですよね。はい、まあ、こういったベストなんかもいいかなと思います。まあ、ついでにですね、ベストの後ろに入れておきたいのがカッパなんですけど、ベストのこの後ろにもこの後ろの内側の後ろにも、ね、ここにもね、ベスト入れられ、なんか荷物が入れられるようになってるんですけど、例えばここに入れておく代表的なものとしてはカッパですね。一応使わないものをこう入れておくんですけど、カッパも何でもいいんですけども、このようなこれフライフィッシング用のカッパですよね、なんかもあります。こういうフライフィッシング用のカッパなんかもあります。こういうふうにね、これだとこう、もうカッパを着たままフライフィッシングやれる。この上にベストをそのまま羽織っちゃってもいいし、まあ、ポケットも大きな胸がついてたりとか、まあ、これはコロンビアというところのね、これね、コロンビアというところのこうレインウェアですね。はい、まあ、これ一応釣り専用の釣り用のいやですね。
なんで、まあ、こういうものを、まあ、折りたたんで、先ほどの後ろの背面のね、ところに入れておけば、まあ、急に雨が降り出しても、ね、大丈夫っていう、そんな感じですかね。はい、こういうところにね。背中にね、こうやってカッパが入れられるようなそんなような作りになってるんですね。まあ、いろいろ考えられてるので、まあ、こういうカッパはカッパですごく機能的にいいですね。あとはこういうところ鍵とかね、車の鍵とかもこういうところにしまっておけるようになってるんですよ。車の鍵って落っことしたら大変じゃないですか。お金とかね、免許証とか、だから大事なものは肌身離さず、ね、あの持つようにするした方がいいし、そういうものはファスナーのあるポケットに入れた方がいいですね。はい、まあ、ここが貴重品入れということになりますね、この後ろのポケットはね。はい、ということで、まあ、徐々に、ね、道具を揃えられればいいと思いますけど、ベストももう本当に慌てて揃える必要はないし、まあ、あればいいなというレベルですから、まあ、前回パート1でご紹介したの道具入れるそのバッグ、ショルダーバッグみたいな、ああいうものでも、もちろん代用は効くし、バッグは別に普通のバッグでも大丈夫だと思います、どんなものでもね。まずはそのフライフィッシングを簡単に始めることから始められることです。むしろそのどういうフライにするかとか、どうやって釣るかとか、そっちの方がむしろ大事なことでね、格好は二の次三の次だと思います、ね。はい、ということで、次回以降はですね、いよいよ実践編っていうか、まあ、実践編でまだ準備編ですよね。準備編でどんなフライを作って持っていくか、そんなお話をしたいと思います。フライフィッシングの第3回目道具編パート2のウェアのお話をさせていただきました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもですね、フライフィッシング、アウトドア、キャンプですね、そんな情報をねお伝えしていきたいなと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。はい、以上、自由工房のフラッシュでした。岩尾さん、さらー。いよいよですね、いよいよだんだん核心に触れてきました。次回はフライいよいよ巻いてきますからね、お楽しみにしておいてください。よろしく。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。